さあポケモン SV やっていきますか。今回はおすすめの設定とか役に立つ情報の紹介動画やっていきたいなと思います。まず一番最初にですね、ここの日の矢駒いるじゃないですか。実は技ってどこでも思い出せたり、あと忘れることができるんですよね。ここの日の矢駒から強さを見るを選択してください。選択した後に右スティックを1回押してもらったら技構成が出てくるんですよね。使える技は鳴き声、アクロバットで、ニトロチャージ、火の粉があると思うんですけど、ここで技を思い出したり忘れることができます。思い出すを選択したら今まで忘れた技っていうのを選択することができますので、ここでね思い出してあげてください。そしてですね、実はニックネームもここの強さを見るの欄で変えることができます。 X ボタンですね、選択することによってニックネームをすぐに変更することができます。まあそういう機能の面から見ても、設定ですね、設定の欄から、まあ、話の速さとか、まあ、技覚えのスキップとか、実はここで自分で選ぶことができるんですよね。まあストーリーをガンガン進めていきたいなって思ったら早いよ、まあ、選択してもらって、技覚えのスキップしないするを選択することもできます。まあ今の技で十分だなって思ったらもうスキップをするで全然いいと思います。で、手持ちとボックスに関しては自分で選ぶか、まあ、自動で送るかを選択することができるんですけど、まあ、毎回ねポケモン捕まえた時に手持ちに入れるのかボックスに入れるのかっていうのを聞かれるのめんどくさいなって思ったら、これはもう自動で送るを選択してもらって、でニックネームの登録ですね、ニックネーム別につけないんだよなって思ったら、まあしないを選択して、毎回ニックネームは登録するよっていう方はここでするを選択してください。今ねお任せレポートはねこれした方がいいかなと思います。今ね処理落ちがすごい話題になっていまして、まあポケモン SV 結構重たいなとか思ってる方も多いと思うんですけど、ちなみに僕も一回落ちました。完全に任天堂さんに報告するかしないかって聞かれるような画面まで出てきて、うわこれだるーって思ったんですけど、お任せレポートマジでしておいてよかったなって思う場面が多々ありますので、まあ、OK でいいと思います。ニックネームとかも、まあ、今のところ大丈夫かなと思います。ムービースキップとかも OK で、コントローラーの振動を自分するにしております。でお助け機能なんですけど、まあ、高いところから落下した時にお助け機能を使うかどうかっていうのを選ぶことができるんですよね。まあ、これ、まあ、オンでいいと思います。これが設定画面になっていまして、そしてですね、実はボックスとかもどこからでも送ったり手持ちに加えたりっていうのできるんですよね。実は X ボタンを押してもらったらピカチュウとかを選択して手持ちに加えることができるから、のでここにある手持ちボックスの欄は自動で送るで大丈夫かなと。まあ、もちろんですね、もう全部楽しみたいっていう方は技覚えのスキップを、まあ、しないとか、自動で送る自分で選ぶ、ニックネームの登録するしないはするにするとか、まあ、ここの欄はねストーリーガンガン進めていくっていう方と、まあ、ゆっくりやりたいなっていう方で変わってくるかなと。ぜひぜひやってみてください。そしてですね、空を飛ぶ実はどこでも使うことができます。マップを開けるのがマイナスボタンを押して、ここでまあポケモン図鑑とかを開けて、 X ボタンを押してマップを開けてっていうのも可能なんですよね。なんですけども、 Y ボタン1回押せばマップを開くことができますので、マップを開いてもらって訪れた場所に空を飛ぶすることができます。どこでもいいんですけど、まあ、ここら辺飛んでみますか。空を飛ぶ、いつでも飛べます。こちらも活用していただければなと思います。機能として十字キーっていうのがありまして、十字キーの左ボタンを押したら、制服を着替えることができます。今だったら季節的に秋なので秋でもいいし、冬結構いいんですよね。冬かわいい、冬かわいい普通に、まあ、入手したあのスニーカーとかハイソックスとか何でもいいんですけど、制服とかを着替えることができます。十字キーの上を押すことによって、まあ、いわゆるエモートですよね、リアクションをすることができます。右ボタンが、まあ、通知系になっておりまして、通知系はあんまり使わないと。下ボタンがカメラの起動となっています。カメラの使い方なんですけど、カメラ LR でカメラを傾けることができたり、十字キーの右左でフィルターを変更したりすることができます。まあ通常で全然問題ないかなと思います。 Y ボタンを押すことによって自撮りすることができます。これで、まあ、ポケモンとか、まあ、後ろにいる人たちと一緒に、まあ、写真を撮ることができまして、十字キーの下を押すことによって目線を変更することができます。これカメラ目線ですね。これどっか向いてる、これカメラ目線で、上ボタンを押したら、まあ、さっきのではないんですけどリアクションがあります。ピースしたり、まあ、手を振ったり、まあ、ガオをしたり、まあ、手を乗せるとかので手持ちのポケモンいるじゃないですか。手持ちのポケモンを R2 で出しまして、出した後に、カメラを起動しますよと。十字キーの下でカメラ起動して自撮りをしますと。そして、目線をこっちに向けまして、カメラとかね傾けたら結構おしゃれになるんですよね傾けて手乗せのやつ、これどうですか。結構
可愛らしくなりますね、こうやったら。でガイドをオフにしますよと。おい、どこに行くんだ。ちょっとねポケモンよりも撮影する場合は前側に行った方がいいかなと思います。そしたらちょうど多分入ってくれるはず。これで手乗せにして、起きてくれ自分とね撮影できるっていう機能めちゃくちゃ便利かなと思います。カシャッ。